僕はやっぱり昔から大好きだったクラシック音楽をまあもっといろんな人に聴いてもらいたいなっていうのがまあ純粋な夢でえそれにあたりやっぱり演奏活動もそうなんですけど SNS だったりインターネットを使った配信だったりまあいわゆる YouTube だったりっていうものを使って少しでもこうクラシック音楽を聴いてもらうきっかけチャンスをあの増やしていく活動を してていいきたいなと思っておりますでやっぱクラシック音楽って堅苦しいようなやっぱイメージがあってそれはもちろん新鮮な音楽なんですけども例えば僕がイタリアに留学中に感じたのはよくわからないけどクラシックってよくわからないし難しいのかもしれないけど純粋に聴いてもらう機会ってすごく多くて野外コンサートがあったりでそれをですね別に聞かざるわけではなく。 あの例えば外の野外交差とジェラートを食べながらお酒を飲みながらよく分かんないけどクラシックって何かいいかもと思っても純粋にただそれだけで聴いてもらえる環境がやっぱ整っていてでそうやってすごい素敵だなと思ったんですけどもやっぱ日本においてクラシック音楽の文化っていうのはやっぱり硬いイメージがちょっと強くてただやっぱクラシックの文化のさ着飾ったりするっていうところも楽しんだりっていう方ももちろんいらっしゃるんで敷居を下げるわけにではないんですよ。でではないんですけども あのちょっと一回聞いてみようかなって思ってもらうきっかけっていうのはすごく大事だと思っていて、まあ、そういうのをまあ現代の,その文化に沿った形であのインターネットなどを使ってちょっとチャンスをね増やしていけるような活動をしていけたらいいなと思っております。